ちは。こんにちは。さあ豊さん、はい、あの今まで、DeNA の石田投手の、ニュースがなかなか記事に上がってこなかったのですが、まあ、山崎福也がな、人気あったしな、6球団行ってたので、そうだね。で、まあ、そんな中で山崎福也投手が日本ハムに決まった、はい、となってからすぐに出てきたニュースがヤクルト、はい、まあ、獲得乗り出すという記事が出まして、そうだね、最新のものでは、29日にも初交渉というところで、はい、4年総額4億円規模で最大限の誠意という記事が出ました、はい、これが、まあ、ヤクルトが、まあ、山崎福也投手を狙っていたが無理だった、そして白羽の矢が立ったと。まあ左ピッチャー欲しいしな、はい、だからそういう意味では石田っていうのは、まあ、貴重な戦力にはなると思うよ。そうですね、ゲームはしっかり作れるピッチャーだし、うん、まあ、キャリア的に10勝してないっていうのはね、うん、まあ、ちょっとマイナスイメージがあるかもわからないけども、はい、打ってくれたりだとか、まあ、兼ね合いがあるからな、勝ち星っていうのは、うん、そうですね、そういう意味ではその石田っていうのは取っとくといいとは思うよ。そうですね、うん、で4年で4億、まあ、4年という契約も、はい、年数も出てきました。まあそうだな、はい、まあ、4年保証してくれるっていうのはありがたいことだし。そうですよね。ただ他の人間の契約状況を定かではないけども、うん、新聞市場を賑わしている金額をね、はい、まあ、考えるとちょっと安めかなって、自分の評価っていうのはそこまでかなっていうのは思うかもわからないけども、はい、そこから上げていけばいいだけの話だからな、はい、そこら辺はその石田の意地を、うん、見たいなっていうふうには思うけどもね。そうですね、はい、まあ、現在30歳なので、まあ、34歳の年齢までというところで、はい、ヤクルトはこの条件で、まあ、初交渉に臨むと、はい、まあ、これからだよ。これから、これから、これから。でこれ、だって30歳だと、はい、一番脂が乗ってくるような、まあ、精神的にも落ち着いてというようなね、まあ、球団も変えて環境も変えてっていうことになってくると、いい方向に向かう可能性だってあるしな。十分ありますね。あるある。ヤクルト的にはその左の石田投手が欲しいというのは、はい、やっぱりまあ右の、岡場投手、はい、で左には、高橋奎二投手がいるんですが、ね、まあ、今シーズンちょっとあまり良くなかったな、はい、っていう意味でも、はい、でさらにやっぱり投手陣が苦しいという台所事情も十分に、まあ、それとね、まあ、石田はその中に入っても、はい、リリーフでも経験済みだしさ、うん、で開幕投手っていう大役もやってるし、はい、だから経験は豊富なんだよね、うん、使い勝手はいいと思うよ。あ、先発だけでなく中もできる。そうそうそう、それとあの、まあ、本当にあのさっきも言ったようにしっかりゲームが作れるピッチャーだからね、うん、その打線との兼ね合いでいけば10勝だって可能性のあるピッチャーだから、はい、重宝はできると思う。これ石田投手の魅力っていうのは改めてピッチングでとっちらからないっていうことだよね、うん、やっぱ常に冷静で落ち着いてるっていうことだよ、うん、彼の性格で持ち合わせしてることだから、はい、それが崩れるっていうことは多分ないと思うんだよね、うん、取っといてああよかったなっていうふうに思わせてくれるようなピッチャーであるよ。おー、であってほしいし。そうですよね、なくちゃいけないし、うん、そうじゃないとね、うんうん、だから、まあ、ヤクルトのあの明るい感じのチームの輪をね、はい、感じさせるようなチームっていうのはいいのかなっていうふうには思うけどね。でもちろんその DeNA もあの、まあ、帰ってきてもいいですよっていうことも言いつつ、はい、他例えば巨人などはまだ表明してないんですけれども、まあ、巨人はね、まあ、井上とか横川とか、はい、まあ、高橋優希も含めてね、はい、同じ左という意味ではピッチャーがいるんだよ、うん、まあ、それと成長させていかなきゃいけないという、はい、その枠を考えた時にどうするかっていうことは考えてると思うよ。二の足を踏んでるっていうことはあると思う。その山崎福也投手は取りに行った、うん、けれども石田投手っていうふうになるとちょっと考えるところが巨人はあるっていうことですか、ね、まああるんだろうな、うん、それか後から乗り出してくるかとか、うん、これがね他に行ってわ嫌なピッチャーが他に行かれるなっていうふうになってくるんだったらそれは取るかもわからないけども、対戦してそんな嫌な印象っていうのは、うん、多分ないのかもわからないよね。まあ、それよりはうちのピッチャー、はい、今持ってるピッチャーを育てた方がっていうふうには、まあ、思ってると思うけどね、うん、他の球団で例えばこの球団石田投手あの取った方がいいよって思う球団ありますか。まあ、今年中継ぎでね、はい、まあ、島内っていうのがタイトル取ったけども、まあ、広島っていうのはいてもいいと思うよね、うん、先発でもできるし、まあ、中継ぎでもできる、はい、で中継ぎ強化っていう意味では、まあ、石田っていうのは本当にあのフォアボール出さない、はい、まあ、ちゃんとした投球するピッチャーだからいていいよなっていうような感じはするけどね。確かにそうです、うん、ただそこにお金を払うかどうかっていうのはね、あ
確かにそうです、まあ、あるけども、ただそのセリーグ6球団を見た時にやっぱり一番ピッチャーで困ってるっていうふうに考えるとやっぱりヤクルトが、まあ、自然な動きをしてるなっていうふうには思うね。そうですね、うん、あとパリーグ向きではないんですか。そんなこともないよ。あ、そうなんですね。そんなこともないけど、はい、パリーグってパワー系が多いじゃない、うん、どちらかというとそうだな、ちょっと引いて考えるかなっていうような感じですよね。そっか、なんか例えばそのパワー系にちょっとこうセリーグのピッチャーっていう、まあ、そう、まあ、そう、あの小島、あ、はい、あのロッテ の、まあ、ああいう感じだけどね、まあ、それは もちろん大島の方が力があるけどもね、はい、ああいうような感じに考えてくれるとどっか取ってくれるようなところはあるかも、ね、うん、そうなんですね、うん、まあ、今のところヤクルトっていうね、はい、でもヤクルトっていい球団だし、うん、まあ、行ったら手厚くね迎えてくれるだろうし、はい、先発の一角として、まあ、考えてくれるだろうし、うんうん、まあ、シーズンが始まったらどういうことになってくるかわからないけども、うん、ヤクルトってすごくいい球団だと思うよ。そうですよね、うん、行くとしたらね、はい、あと球場的にはもし仮にヤクルトになるとすると、まあ、横浜スタジアムから、まあ、神宮球場、はい、そこはあんまり広さとかも、まあ、あまり変わらないというか、まあ、一番ホームランが出るところなんだよ横浜スタジアムってだからまあ今までこうホームランって言ってたけども、はい、ウイング席だっけ、うん、はいはい、あれができてから風の方向が変わったというかさ、はい、なかなかホームランが出ないというね、うん、まあ、そういうことにもなってるし、はい、ただホームランバッターが単純に減っただけの話じゃないかっていうふうに思うんだけどそういうこともさあチームのね、はい、だから本数的には減ったって言うけども、うん、まあ、神宮っていうのはホームランの出やすい、ね、まあ、でも慣れてるっちゃ慣れてるよ。いやだからそのホームランが出やすい球場にはね、はい、だから余計に丁寧に投げる、まあ、石田なんかはいいのかなっていうふうには思うけどね。本来だと豊さんは石田投手に大体成績的にはこのぐらい残してほしいとかこのぐらい残せる投手だよっていう、いや2桁、うん、まあ、その2桁を大きく超えて13とか14、15っていうのはそれは厳しいかもわからないけども、うん、でも2桁っていうことを考えるとそんなに真実味がないっていうことはない、うん、可能性はあるよ十分、十分ね、うん、まあ、そのぐらいの期待は俺はしてるけどね。あの以前の動画でその山崎福也投手とその石田投手の評価みたいな感じに載せた時にその山崎福也投手はやっぱり経験豊富だったりっていうのが強み、うん、で一方の石田投手はそのベース板でのっていう、うん、通過する時の強さというね、はい、うん、まあ、そういうのが戻ってきたりとか、うん、まあ、今はどうなのかわからないけども出始めの頃っていうのはそういう評価だったんだよね。スピード感よりも球の強さを感じるっていう、それが復活するのかどうかっていうこともあるし、 DeNA で、まあ、今永がいて、はい、東がいて左の何番手なんだみたいな、あ、まあ、そういう意地もあると思うんだよ。そうですよ、うん、だからそういうのをこう見返すためにもね、うん、まあ、ヤクルトに行くんだったら、うん、まあ、頑張ってほしいなっていうね、うんうん、まあ、そういうのは感じるけどね。そうですよ、ね、やっぱりね、人ってさ、やっぱり一番でありたいじゃない。もちろん、はい、で扱いも一番手としてね、うん、まあ、開幕投手もやったような男だからさ、はい、でもヤクルトに行ったらなんかその可能性はなきにしもあらず、うん、もう俺がやっぱり一番手でエースって呼ばれるように頑張りたいって言えばさ、それはライバルはいっぱいいるだろうけども、うん、まあ、そのぐらいの活躍は見せてほしいなっていうふうには思うけどね。そうですよね、うん、まあ、ね、ヤクルトが、まあ、これから初交渉というところで、もしかするとこの後他の球団も手を挙げるかもしれないし、うん、もちろん DeNA に残るっていう選択肢もゼロでは、一応ゼロではないので、そのあたり石田投手はどこにチームを決めるのか。まあ、そうだね、うん、まあ、だから DeNA がどのぐらいの提示をしたりだとかしてるっていうのは気になるところだけども、やっぱ FA 宣言をしたっていうことはやっぱ環境も変えてみたいっていうね、うん、まあ、他球団の評価っていうことももちろんそうだけども、環境を変えてみたい、はい、自分はもう一度出直してみたい、まあ、そういう思いも多分含まれてると思うんだよね、はい、石田の意地とかプライドだとか、まあ、そういうものにかけてみたいなっていうには思うけどな。そうですね、うん、ただ DeNA はこれで、まあ、バウアー投手どうなるかわからないですけど、はい、3投手が先発3枚がいなくなるっていうのは、はい、でまだ誰も投手を取ってきてはね、まあ、ないよね、ないので、まあ、ただ、うん、若手が伸びてるから、そこはああそういう、だからまあそこら辺は若手にチャンスが出てくるということを考えるとね、うん、その子たちが順調にいけば、うん、
まあ、そんなに悲観することはないとは思うけどもな、うん、だから村上のように今年の阪神で、はい、まあ、なる可能性だってあるしさ、うん、その可能性に DeNA は欠けてるかもわからないしね。そうですね、若手の、うん、いわゆる若手にチャンスが、ね、3席に出てきたってことですね。まあ、そうそうそう、まあ、バウアーがねまだわかんないけども、バウアーはっきりしてるよみたいなね、本当、まあ、そう思うけど、うん、頼むよ、はっきりしてくれよみたいな ね、 ね、いや、それによってはやっぱこう順位がね、はい、変わって俺らが考えてる順位とはちょっと変わってくるからね。そうなんですよね。だから、まあ、石澤の動向っていうのも気になるけどもね、うん、そうですね、うん、バウアーの挙手もものすごく気になるところではあるよ。いや、だから今シーズン本当にあのここまでちょっとピッチャーの挙手が非常に気になってます ね、まあ、そうだね、野球界、まあ、左ピッチャーって貴重だからな、うん、だからいろんなところで潰しも効くし、はい、だから石田なんか取っとくと、うん、まあ、重宝できる、そうですよね、貴重な戦力になるとは思うよ。そうですね、はい、はい。